以後第33潜水艦。以後第33潜水艦。以後第33潜水艦。旧事態。以号第33潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦で、15型潜水艦。巡船オツ型の14番艦。口述にあるように、3にまつわる事故が多発したことで知られる。1939年、昭和14年の、第四次海軍軍備補充計画。 丸四計画により計画され、三菱重工業神戸造船所で建造された。1940年2月21日に寄港。1941年3月25日、以後第41潜水艦と命名される。1941年5月1日に浸水。同年11月1日、以後第33潜水艦に改名される。 1942年6月10日に巡航した。巡航と同時に一等潜水艦に分類され、クレチンジュ席となり、第6艦隊第1潜水船隊第15潜水隊に編入された。8月15日、イ、e、33は、クレを出港し、トラックを経由した後に、ソロモン諸島方面へ向かい、サンクリストバル島近海の S3 海戦に配備される。その後、 24日の第2次ソロモン海戦に参加する。同日1100号の地点を、浮上構想中、米空母エンタープライズから発信して紹介中の、ドーントレスの空爆を受ける。E33 は、急速先行して、これを回避する。30日には、米機動部隊を発見するも、攻撃位置への移動に失敗。9月25日、E33 は、トラックに到着。 26日、イ33は、ンゴ章に衝突し、艦首第6発射艦いじばり装置が損傷したため、修理を受けるために特設工作艦裏上丸、服用、汽船、4317トンに横付けした。修理作業中の0921、イ33は、艦のバランスを崩し、艦尾ハッチから海水が、侵入、33メートルの海底に着底した。 この事故で公会長以下33名が死亡する。同日、第15潜水隊から除かれる。浦上丸、特設運送船立山丸、馬場千七3787トン、同日、豊丸、岡崎汽船、3764トン多急南船一隻の活躍により、同年12月29日に引き上げ作業を完了。1943年、 昭和18年3月2日に、日報丸により栄光されて、トラックを出港する。この時、護衛として、特設奉還長雲丸、長崎合同運送、1914トン、同平壌丸、朝鮮優先、2627トン、駆逐艦遊鳴ぎの護衛を受ける。戦乱は17日に、再起に到着し、解散。 翌18日、イ3 3は栄光されて、クレに到着し、クレ海軍交渉にて修理と改修を受ける。この時、22号電探と逆探が装備された。1944年4月1日、イ3 3は、クレ鎮守府部隊所属となる。6月1日、修理と改造が完了し、訓練部隊である、第6艦隊第11潜水船隊所属となる。 13日 0700E33 は訓練のためくれを出航する。0840E オナダで2回目の急速先行訓練を行うが、ウゲンディーゼル機関休憩用弁が閉鎖されず、機関室に浸水する。乗員はメインバラストタンクを部分的にブローする。10分後、艦首が数秒間会場に出るが、止まらない浸水によりユリ島付近、水深60メートルの海底に着底する。 この時、全部魚雷発射官室に、乗員13名が、電動機室に、乗員31名が閉じ込められた。浸水が止まらないため、艦長以下司令塔にいた乗員は、最後の脱出手段として、ハッチを解放。乗員8名が脱出に成功する。彼らは、ユリ島及び人島に向かったが、大半が行方不明となり、わずかに、乗員3名が、漁船に、 救助されるも、一名は死亡した。一方、全部魚雷発射官室に閉じ込められた、乗員13名は脱出しようとするも、水圧により、ハッチが開かず、大半が窒息死し、最後の乗員は自殺した。生存者は、松山海軍航空隊に連絡し、松山海軍航空隊は、クレチンジュフに連絡する。その後、潜水母艦長芸が、 長浜港で生存者を乗せ、着底地点に向かう。14日、E33 遭難の方により飛び立った、偵察機が、重油が浮遊する海域を発見。町下を誘導する。15日、町下からのダイバーが E33 を発見。司令塔内部から乗員2名の遺体を収容する。また、ダイバーは、直径5センチメートル、長さ2メートルの冤罪を発見する。 クレでの修理、改装中にこの木片が、機関休憩用配管に入り込み、2回目の先行訓練の時に弁に挟まったことによりできた、隙間から浸水して着底したのだろうと判断された。16日、不要のために、クレから、機銃機船が到着するも、同日夕方、台風による悪天候により、不要、救助活動が打ち切られた。事故の詳細な調査は、 調査に関与する将校が、サイパンの戦いに参加していたため行われず、その後の戦いでそのほとんどが戦死した。沈没により、艦長の和田睦夫小細課上院102名が死亡した。1944年、昭和19年8月10日除籍。1953年、昭和28年7月23日、北西船舶工業により、不要。 全部魚雷発射室に空気が残っており引き上げ作業は難航した。全部魚雷発射室では腐敗せずに残っていた乗員13名の遺体が発見され、電動機室からは遺書などが収容された。その後実立造成員の島工場で解体されたが、その際に元海軍技術士官だった3名が全部魚雷発射室においてガス中で亡くなるという事故も発生した。 大日本帝国海軍の潜水艦乗りには3、またはその倍数などが不吉な数字として嫌われていたという。E33 にはとかく、3という数字がついて回ったので戦時中に悪い噂が流れていたと言われる。なお、本館の3にまつわるエピソードには以下のようなものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。